1792年のポーランド・ロシア戦争、または第二次分割戦争、または5月3日、憲法防衛戦争は、同年5月18日から7月27日に、かけて、ポーランド・リトアニア共和国と、同国内の5月3日憲法に反対する勢力、タルゴビツ連盟とエカチェリーナ2世地下のロシア帝国の連合軍の間に起こった戦争。 ポーランド領のリトアニアとウクライナで戦闘が行われた。どちらの戦線でも結果的にポーランド軍は圧倒的な兵力を誇るロシア軍を前に本格的な衝突に至らぬまま撤退した。ただし南部戦線ではユゼフ・ポーニャトフスキとタデウシュ・コシチュシコ率いるポーランド軍が激しい抵抗を見せた。2ヶ月強の戦争の間に何度か小規模な戦闘が起きたものの どちらかが戦闘で決定的勝利を収めるといったことはなかった。6月18日、ポーランド軍はジェレンツェンの戦いでロシア軍に勝利し、軍港勲章が創設された。しかしそれ以外では、ロシア軍が一方的にポーランド領内深くに侵攻していく展開となり、ポーランドをスタニスワフ二世やウグストが外交手段での決着を望んで停戦を申し入れ、 ロシアの要求に従い自身が、タルゴビツア連盟に入ることで集結した。18世紀前半までに、ポーランドリトアニア各地は、マグナーとの手に握られ、また彼らは、2世紀にわたり、シュラフタ階級が大きな権限を持ち、王権が制限されてきた王金の自由の時代を、通じて得てきた数々の特権を盾に、それを阻害しうるようなあらゆる改革に反対していた。 政務では自由拒否権の乱用により、議会制度が麻痺し、貴族間や外国勢力による買収活動が横行して、一世紀以上にわたり、ポーランドリトアニア共和国は、国家機能が半ば崩壊した状態が続いていた。17世紀中盤から共和国の改革を進めようという機運は続いていたが、それは大貴族のみならず、共和国の弱体化を望む。 周辺諸国にとっても好ましくないことだった。マグナートやシュラフタの軍役回避策が重なって、ポーランドリトアニア共和国軍はわずか1万6000人にまで減少しており、30万人を要するロシア軍や20万人を要するプロイセン軍、オーストリア軍にとっては格好の餌食であった。百八十八年から百九十二年の四年政務において改革に向けた 大きな動きが持ち上がった。この時、周辺諸国はフランス革命への対処やオスマン帝国との戦争に暴殺されており、ポーランドに介入する余裕がなかった。またロシアはスウェーデンとの戦争も同時に抱えていた。1790年3月29日にポーランドプロイセン同盟を結んで、ロシアに対する備えとしたポーランドは、1791年5月5日に、 当時としては極めて先進的な民主憲法である5月3日憲法を採択した。ロト戦争と第一次ロシアスウェーデン戦争を終わらせたロシア皇帝エカチェリーナ2世はポーランドの新たな憲法をロシアのポーランドに対する影響力を削ぐものとして危険視した。ロシアはポーランドを事実上の保護国とみなしていた。ロシアの大臣アレクサンドル・ベズバローとかは 5月3日憲法を知った際にあり得る限り最悪の知らせがワルシャーから届いた。ポーランド王がほとんど主権者になってしまったのだと反応している。プロイセンもまたポーランドの新憲法に強く反対していた。ロシアと同様プロイセンは新憲法の下でポーランドが強大化して脅威となるのを恐れており外務大臣フリードリ・ヒビル・ヘルム・ボン・シューレンブルク・ケーナーとは ポーランドに向け明確かつ率直に、プロイセンは新憲法を支持せず、今後仲介の労を含めて一切ポーランドに支援を行わないと伝えている。プロイセンの政治家エバルト・フリードリ・ヒホン・ヘルツベルクは、ポーランド人は憲法に投票することで、プロイセン王家に最後の一撃を与えてきたと述べ、ヨーロッパの保守主義者たちの恐怖を代弁している。 彼はポーランドが第一次ポーランド分割で失った領土の返還を求めてくるのを恐れたのである。国内からの反抗もあり、5月3日憲法はなかなか施行に至らなかった。フランチシェック・クサベリーブ・ブラニツキ、スタニスワフ・シュチェンスヌ・イッポトツキ、セベリン・ジェブスキ、シモン・マルチン・コッサコフスキ、ユゼフ・コッサコフスキら反対派のマグナートは、自らの特権を守るために、 ロシアのエカチェリーナ2世に介入を要請した。例えば30年前のレプニン政務でロシアの圧力により成立した特権法の数規教法などは5月3日憲法で廃止されることになっていた。こうした新ロハのマグナートは1792年4月27日にサンクトペテルブルクでタルゴビツァ連盟を結成した。彼らは新憲法を パリで起こった致命的な諸事件により民主主義の考えに感染したものだとして批判した。また、議会はすべての基本的な法律を破壊し、貴族の持つすべての自由を取り払い、1791年5月3日には革命と陰謀の場となってしまったと主張した。パルゴビザ連盟はこの革命を克服することを目的とした。自分たちは国家の人々に、 よく敬意を払い、いつも救いの手を差し伸べてくれる、優れた公正な女帝であり、隣人であり、同盟者である、エカチェリーナ2世を信用するほかはないとした。すなわち、タルゴビツァ連盟は、エカチェリーナ2世に、ポーランドへの軍事介入を要請したのである。百九十二年五月十八日、ロシアの施設ヤーコフ・ブルガーコフが、ポーランド外務大臣、ヨアヒム・フレプトビチに、 戦線復刻を伝えた。同日に、ロシア軍は、ポーランド・リトアニアへの進攻を開始し、ポーランド・ロシア戦争が勃発した。第3リトアニア不評連隊のポーランド兵隊、ポーランド戦争に投入されたロシア軍の兵力は9万8000人近くに、上った。これを率いたのは、ミハイル・クレチェトニコフとミハイル・カホフスキーだった。また、ロシア軍は戦闘経験を積んでいた点でも有利で、 あった。カホフスキーは、ウクライナを通って、カームヤネツポジーリシクイ、ヘウム、ルブリンを占領し南からワルシャーに迫る計画であった。一方、クレチェトニコフは、ミンスク、ビルノ、ブジェシチ、ビャウィストクと進軍して北方からワルシャーを目指し、カホフスキー軍と合流する予定だった。ロシア側が、ポーランド国内に優秀な長方もを指揮。 ポーランド軍の配置状況をほぼ把握していたのに対し、ポーランド側はほとんどロシア軍の情報をつかめておらず、中枢部には矛盾したり誤ったりした情報が伝えられることが多かった。ポーランド軍はどこからロシア軍が侵攻してくるかすら確証を持てなかった。ポーランド軍の最高指揮官は国王スタニスワフ2世やウグストだったが、実際には彼はこの権限を 老いのユゼフ・ポニャトフスキに委任していた。ポニャトフスキは4万8000人のポーランドを官僚の政兵とその半数以上のリトアニア兵を動かせると考えていたが10万人の兵力を整備することを目指した5月3日憲法の制定後ですら実際のポーランド軍は3万7000人ほどだった。ポーランド軍はまさに再編成の途上にあり、 係数や編成をまとめた書類が4月に完成したばかりだった。また旧作りの新生ポーランド軍は装備も経験も乏しかった。ロシア軍の侵攻が予想されるウクライナでは、当初3地域に分かれて軍が配置され、それぞれタデウシュコシチュシコ、ミハウビエルホルスキ、そしてポニャトフスキ自身が指揮することになった。コシチュシコの補佐のもとでポニャトフスキが率いるウクライナの ポーランド軍は約1万7000とも2万1000とも2万4000とも言われている。また本軍は1万7000人でミハウル・ボミルスキの予備軍が4500人いたという説もある。一方、彼らの前に現れたカホフスキー軍は実に6万4000人の兵力を誇った。カホフスキー軍はミハイルク・トゥーゾフ率いる1万7000人の第一軍。 イヴァンドゥニン率いる第2軍、オットー・ビルヘルム・デアフェルデン率いる第3軍、アンドレー・レバニドフ率いる第4軍に分かれていた。一方、タルゴビツァ連盟はロシア軍にとってほとんど足しにならなかった。最初に彼らがロシアからポーランド領民に協力を呼びかけた際にはわずか数十人が集まっただけという無残な結果をさらした。呼びかけを重ねるごとに参集する人数は 少しずつ増えたものの大差はなく、タルゴビツ連盟は軍事的には無価値だとみなされていた。それでも、タルゴビツ連盟軍が最前線での戦いから外されることはなかった。リトアニアにおけるポーランド方のリトアニア軍は、ポーランド軍の増援3000人を含めても1万5000人ほどであった。この方面を担当していたのはルートビヒホンビュルテンベルクだった。しかし、 ビュルテンベルク期下の軍は、海戦に至った時ですら何の用意も、整っていなかった。これに対するクレチェトニコフ軍は3万3700人もしくは3万8000人を、数え、このロシア軍は、タルゴビツァ連盟のシモン・コッサコフスキー率いる7300人の、第一軍、ボリスメリン率いる7000人の第二軍、ユーリ・ドルゴルコフ率いる1万5400人の、第三軍、 イヴァン・フェルセン率いる8300人の第四軍に分かれていた。またポーランド側では、スタニスワフ2世、アウグストの指揮の元8000人の予備軍がワルシャーで待機していた。コシチュシコは、一旦ポーランド軍を結集して、ロシア側の一軍を叩き勝利を挙げることで、経験の内大部分のポーランド兵の指揮を挙げるという策を提案したが、ポニャートフスキに却下された。 実は、この数ヶ月前までは、逆に、ポニャトフスキが一点集中策、コシチュシコが戦力分散策を主張していた。ポニャトフスキは、戦争の序盤では、ロシア軍との大規模な衝突を避け、同盟国プロイセンの参戦を待つ策を取った。プロイセン軍3万が、ポーランド軍に加勢すれば、兵力的には、ロシア軍と対等になるはずだった。 1792年5月18日の夜、ロシア軍が国境を越えて、ウクライナに侵攻した。ロシア軍は、ポーランドの最高司令官であるポニャートフスキと、コシチュシコが率いるポーランド軍から想定外の抵抗を受けた。コシチュシコ軍は、5月29日に、ヤヌフ付近で、ポニャートフスキ軍と合流した。しかし、ロシアの4軍を押しとどめるにはあまりにも非力だった。 ポーランド軍は南ブーフ側の西岸へ、ドゥバルからポーンネへと撤退していった。この時、コシチュシコが、殿として、ロシア軍と戦いながら退却した。圧倒的な兵力差を前に、ポニャートフスキは、スタニスワフ2世、アウグストの援軍を求めるとともに、ウクライナを放棄して、ボルイーニーに撤退した。ここのポーンネは、ポーランド軍の一大防衛拠点だった。 ここでルボミルスキが兵力補給を任された。ジェレンツェの戦い後、ボイチェフ骨作が6月14日、ビエルホルスキ率いるポーランド軍がボルシコフツェの戦いで敗れた。17日、ポニャートフスキは待ち望んだミハウルボミルスキ率いる2000人の援軍を手に入れた。翌18日、ポニャートフスキ率いるポーランド軍は、イラクルイ・モルコフ率いるロシア軍をジェレンツェの戦いで、 破った。スタニスワフ2世は、この勝利を、ヤン3世以来のものと称して、軍港勲章をコシチュシコラに授与した。しかし、ロシア軍の侵攻は止まらなかった。殲滅されるのを避けるために、ポニャートフスキラは撤退に撤退を重ねるほかなかった。7月上旬、ドゥブの付近で、スタニスワフ2世から、再度の補給を任されていたミハウル・ボミルスキが、ロシア側に寝返った。 彼はポーランド軍の物資をあからさまにロシア軍に流した。しかし強大なマグナートだったルボミルスキーは公式には翌年5月下旬までポーランド軍の地位を剥奪されなかった。ロシア軍の侵攻から1ヶ月ほどでポーランド軍はウクライナのほぼ全土から撤退した。7月7日コシチュシコはロシア軍を足止めするためボロディームイルボルインシキーで敵と戦った。 7月18日、ポニャトフスキの本軍がブク川を渡る才能を援護するため、コシチュシコ軍はドゥビエンカの戦いを戦った。この戦いで、コシチュシコは5300人のポーランド軍でミハイル・カホフスキー率いるロシア軍25000人の攻撃を防ぎ切った。しかし、ロシア軍がオーストリア国境を越えて側面攻撃を試みたので、コシチュシコ軍は ドゥビエンカを放棄した。ブックカワからも撤退して後退し続けたポーランド軍だが、未だ戦闘による決定的な敗北は喫しておらず、ワルシャワ付近まで撤退して余地を選び、決戦を挑むことを期としていた。リトアニア対抗国領における戦争は5月22日のロシア軍侵攻により始まった。南部での海戦から4日後のことだった。ポニャトフスキが、 プロイセンの援軍を期待していたのに対し、プロイセンはこれに応えるどころか逆に同盟を破棄し、リトアニア方面の司令官だったルートビヒホンビュルテンベルクも自身がロシア皇太子妃の実刑であることからロシアと戦うことを拒否し、ポーランドリトアニア共和国を裏切って戦線離脱してしまった。彼は最前線に向かわず、化病を使ってボワチンに座り、 帰画の部隊に矛盾した命令を出した。このため、リトアニア軍は、ロシア軍に対し有効な抵抗ができず、撤退し続けるほかなかった。5月31日、リトアニア軍は、コゼリアイの後に、ミンスクを放棄した。ビュルテンベルクに代わって6月4日に司令官の座についたユゼフユリツキは、ロシア軍に立ち向かいこれを押しとどめようとしたが、6月11日の、 ミールの戦いで敗れ、リトアニアにおける、ロシア軍の進攻を止められなかった。ポーランド・リトアニア軍は、グロドノへ退却した。6月14日、ロシア軍は、ビルノを占領した。この時、ポーランド側は、少数の守備兵がごく小規模な小ゼリアを演じただけだった。6月19日には、若干の抵抗の末に、ニエシュビエズが、翌20日には全く戦闘なしに、 カウナスが占領された。面目を失ったユリツキに代わり、6月23日にミハウザビエオが司令官となった。ミールの戦い以降、ポーランド軍はひたすらワルシャーに向かって撤退するばかりで、ロシア軍と大規模な戦闘を行うことをせず、ジェルバでのコゼリアに敗れた後は、ブレスト付近のブック側に沿って防衛陣地を敷き始めた。ロシア軍は7月5日にグロドノを 7月17日に、ビャウィストクを占領した。さらに7月23日に、ブレストの守備兵を破って、これを占領したが、翌24日にクシセミエンビエシ付近で、ポーランド軍に敗れた。この戦いが、北部戦線のポーランド軍にとって、最後の戦闘、かつ初めての明確な勝利だった。ポニャトフスキンやコシチュシコは、まだ勝利を諦めておらず、ポーランドリトアニア軍を結集して、 未だ分離行動をとっている、ロシア各軍を格好撃破する計画を立てていたが、スタニスワフ2世と法の守護者たちは、停戦を脱進することに決めた。エカチェリー・ナニセイが、スタニスワフ2世のタルゴビザ連盟加盟を要求してきたので、内閣の意見が割れたが、最終的に7月22日頃に、スタニスワフ2世は、要求を受け入れた。これにより、ポニャトフスキラ将軍たちは、 強制的に戦争を止めさせられた形になった。7月26日、マルクスゾフで最後の戦闘が行われ、ポニャトフスキ率いる、騎兵隊の活躍により、ポーランド軍がロシア軍の攻撃を撃退した。スタニスワフ2世が降伏を決断した時、ポーランド軍は決定的敗北を喫したわけでも物資が不足していたわけでもなく、決して最悪の状況にあるわけではなかった。 しかし、ロシアの物量に押しつぶされることは避けられず、戦争続行よりも外交交渉の方が得るものは大きいというのがスタニスワフニセイの考えだった。彼はむしろロシアとの同盟締結を考えていたのである。この楽観的な予測が全くの間違いであったことは、後のことの経過からも明らかだが、仮にユゼフ・ポニャトフスキラの主張通りに戦争を続行していた場合、 実際よりも事態が好転していたか否かという問題は今日まで議論が続いている。ポーランド軍の大部分は王の降伏に不満だった。多くの将軍たちが王を非難し、コシチュシコは数週間後に職を辞してしまった。ポニャトフスキもおじである王の命令に反抗して、王を力族で軍営まで連れてこようとまで考えていたが、王を拉致するための部隊が出発する。 その時になって思い直し、おじの意に沿うことにした。ポーランドの歴史家のほとんどは、スタニスワフニセイの降伏は、軍事的にも、政治的にも誤りであったと見ている。疲弊したロシア軍に対し、ポーランド軍は、ビスワ側の防衛戦で勝利する目が十分にあった。また戦争が長引けば、ポーランドのさらなる分割を狙っている、周辺諸国に、 それが非常に高い代償を払わされる行動であると印象付けられた可能性もある。外交によって問題を解決できるというスタニツワフ二世の希望は柴叩く間に打ち砕かれた。1793年秋に開催されたグロドの政務として知られる議会において議員たちは皆ロシア軍に買収されるか脅迫されていた。11月23日 政務は5月3日憲法を撤廃し、第二次ポーランド分割を受け入れた。ロシアは25万平方キロメートル、プロイセンは5万8000平方キロメートルもの、ポーランドリトアニア共和国領を獲得した。これにより、ポーランド国家の人口は1772年の第一次、分割以前の3分の1まで減少した。ポーランドはロシアの回来国となり、 各地にロシア軍が駐留してほとんど独立を失った。この結果はパルゴビザ連盟のマグナートたちにとっても想定外だった。彼らは黄金の自由を回復するために王に背いてロシアに味方したのであり、戦争後は5月3日憲法の撤廃と戦争前の現状をもって手打ちとなると思い込んでいた。1794年、コシチュシコラは 共和国復興の最後の望みをかけて放棄したが、ロシアプロイセンに敗れた。この結果、1795年に第3次ポーランド分割が行われ、ポーランドリトアニア共和国は消滅した。ありがとうございます。